はい、シローです。またちょっと久々のね動画配信になってしまいましたけども前回にお話しさせていただきましたクラウンですねこれが燃料電池車を出すとラインナップに燃料電池車を入れるということでそれが今度ですね MK タクシーさんをが採用するという話なんですね。 トヨタはどん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  FCEV の車種をこれから増やしていこうというところですけどもそれをねクラウンの今度セダンタイプで導入したのはやっぱ素晴らしいことだなということで、まあ、どうしてもこのセダンの購入層っていうのは、まあ、若い人たちよりかは結構年配の方が多いんじゃないかなと思いますまあ私と50代の、ね、同世代ぐらいの方から 上の方でしょうね。まあ、そろそろまあでもなかなかいつまでもね、えー、車を運転できるかどうかっていうところで最後の「いつかはクラウン」っていうね、えー、昔は CM で、えー、宣伝してたそうなんですけども私もその時代の CM っていうのはあんまりね記憶にないんですが、まあ、中小企業さんとかですねそういったところの社長さんが いろいろなねトヨタのトヨタだけじゃなくてもいいんですけれども車を乗り継いでいって最後にクラウンに行き着くよという CM だったんですよね憧れの対象として昔は君臨してた、まあ、この王冠のマークっていうのはね今でもこれありますけれどもクラウンっていうのはそういう王冠という意味ではありますけれども最後にねこの王様がね王冠をかぶるような気持ちでクラウンに乗るということなのかな。 わからないですけどもねーンのところはちょっとよくわからないんですけどもそういう形で、まあ、フラッグシップと言われる車の一つとして出てたわけですよね。で今度ですねこの MK タクシーさんというのがハイヤーに使うということでそれが今度ニュースになってました。で 関東地方にお住まいの方は特にそうなんですけど、私もそうなんですが、この MK タクシーさんっていうのは、名前は聞いたことあるんですけど、詳しいことをね、あんまり知らなかったんですよね。で、MK グループっていう名前で、いろんな子会社ですとか、いろんな事業をやってまして、基本的にはタクシーとかバスを。 観光バスとか観光タクシーっていうものをね、運営してたりとかします。非常に高級な、まあ、ハイヤーですから、タクシーの中でも高級なクラスというかね、えー、まあ一般的なタクシーが普通のっていうのもなんかあれなんですけども、まあとにかく VIP を運ぶっていう形でのいろんなサービスが徹底したところでしょうね。これ車種的にもそうですし、こういった今回ですね、こう燃料電池車をいち早く導入してですね、これやっぱり静かですから、 電気自動車ではちょっとダメな距離ですとかね、そういったところも、まあ、燃料電池車だったらまあ問題なく行けるのかなということもありますよね。航続距離は一応800キロぐらいと言われてますので、まあ、そこまで、ね、遠くに、まあ、京都から行くってわけじゃないと思うんですけども、まあ、MK タクシーさんは、福岡とかにも事業所があるんですが、関西中心なんですよね、京都、奈良ですとか大阪、そこら辺に事業所がありまして、そこでタクシー事業、観光事業をやってるということですよね。 でまあ、京都といえば、まあ、皆さんのご存知の通り今海外の方もねやっぱりいっぱい来てますけれども観光地として有名ですよね。でそういうところで、えー、まあ足が悪い方とかなかなかね一日でいろんなとこ回りたいなと思う方なんかがこういったハイヤーをチャーターしてですね一日、まあ、2万円とか3万円ぐらいのかなもうちょっとするのかもしれませんけれどもハイヤーとかだとね、まあ、それぐらいのお金で、えー、やると。 あのいろんな観光地にね連れてってくれるよっていうところのサービスを展開してるのかなというところがあります、まあ、観光バスでもそうですよねちょっとなかなか行けないようなところとかちょっと高級なところにこう行こうっていう人たちなんかはこの MK さんを使うのかなというところですで意外だったのがまあ最初はねガソリンスタンドからこの MK さんって発展してるらしくてそこからタクシーとかバスの、えー、観光とかですねこういったタクシーハイヤー事業っていうのもやってますし今だとアミューズメントボーリング とかですね、あと、まあ、当然このタクシーとかバスの整備会社なんかを持ってたりとか意外だったのね着物サロンとかですね、まあ、当然こういったところに来るような海外の人たちとか、まあ、ちょっと高級志向の人たちっていうのは着物を着てねあの一緒に回ろうとか、まあ、タクシーであれば着物であってもですねそんなに歩かなくて済むので、えー、動きやすいかなっていういろんなところに行きやすいかなということもあるのでその着物サロンも一緒にやってたりとかですねあと広大寺っていうところには えー、サロン。まあ、これは喫茶店みたいなような感じでしたけれどもね、ちょっとホームページ見ましたら。で、そういうのも経営してたりとかですね、非常に幅広くやってるなあという会社ですで。やっぱりそういうところが、このね、s v のタクシーとして、トヨタの子ね、これはもう,こう購入して、 運用し始めたととといいいいううころは非常にに大きいかなというふうに思いますよねやっぱりどうしても今このクラウン自体もそうですけど f c v っていうものがまだまだ水素ステーションも少ないですしこういったサービスとして使うっていうのもねなかなかあれなんですけどもやっぱりどうしても商用関係というかですねあのハードな使い方としてこの燃料電池っていうのが燃料電池車ですね水素を使ったものっていうのは 使われそうな気がするんです、ね、まあトラックとかバスとかももちろんそうですけれども、まあ、タクシーっていうのもかなりハードに使われるんですよね、まあ、年間走行距離は10万キロ以上っていうのはもうザラですし、まあ、中にはね20万近く行くタクシーなんかもあるそうなんですが、まあ、それでね5年10年っていうふうに使うわけなので、まあ、中にはね10年使って100万キロ行かないところにもあるらしいんですけれども まあそれぐらいの距離数をですねずっと走るということですね。で私も詳しくは知らないんですけど一般的なタクシーの会社っていうのは1台をあの2人とか3人ぐらいで、えー、交代に使うっていうのが多くてですね。でもう走りっぱなしだけですよね要はね。それぐらいの、あのー、使われ方じゃないとなかなか距離って伸びないじゃないかなと思います。まあ、トラックなんかでもでもすね1日まあ 大型トラックで長距離なんかですと、5六百600キロを走るっていうのはザラですから、それが毎日ってなるとですね、えー、まあ稼働が25日だったとしても、まあ簡単にやると500キロ ×25 で1万2500キロですよね。これが月で走る距離です。で、まあ大型とかでも2万キロ走ればね、かなりの走行距離だって言われてますから、それが12か月続くとしたら、 うん2万キロのかける12ですよね。まあ単純にかけていい、えー、24万キロか。これを、あのー、1年間で走るというわけなのでまあ恐ろしい耐久性ですよね一般の人だから考えると。でタクシーもそういう使われ方をすると思いますので、まあ、そこまでいかないかもしれませんけども仮にまあ月にね、えー、さっき言った1万1万5千キロとしましょうかかける12としても18万キロですよ。 年間でね、じゃあこれ5年利用しましたって言ったらもうそれだけでね90万 k ロですからまあ5年で廃車でしょうねほぼほぼねまあどこまで使うかどうかっていうのはその会社もあるでしょうしメンテナンスのねサイクルだとかまあそれだけハードに使えばですね、まあ、いろんな不具合がやっぱり出てくるわけなので。 まあ車としての耐久性もそうですけれども水素のね燃料電池の使い方ですとかどんな感じで劣化するのかっていうのもいろいろ分かりやすいのでまあメーカーさんとしてもね願ったりかなったりなわけですよねですからまあストップアンドコードも多いと思いますしいろんなあのハードなまあ人も乗ることが多いですからね重量物もそれなりに入った状態で運用されますのでまあなかなかね面白いかなと思いますこういうところで疲れるっていうのはねそういった 両方の思惑もやっぱりあるわけですね。MK さんとしてはやっぱり燃料電池車っていうもので、まあ、電気自動車ですからこれほぼね電気自動車としての,その静,静けさですとかあと加速なんかもね今クラウンはあんまり見たことないですけれどもあの未来なんかはねよく走ってるの見ますけどすごい加速してきますよねやっぱりね0発進から0からですねフルのトルク、まあ、全トルクがね 出るわけなのでやっぱりゼロ発進からの加速っていうのはガソリン車にないものしかもやっぱり静かですからねそこら辺なんかはねすごく見ててあの気持ちいいなっていうぐらいのスピードがこう出てますよね。はい、ということでまあそこそういった思惑とか MK さんの背景とかを知りながらちょっと今回の記事を読んでいきますね。 MK は3月23日にトヨタの水素自動車クラウン FCEV をハイヤー車両として日本導入する。この取り組みは MK が掲げる2030年までに全車 ZEV 化を目指す環境保全戦略の一環だということですね。で今回導入されるクラウン FCEV はトヨタ高級サルの FCEV モデルで水素をエネルギー源として使用、燃料電池を用いて発電し、走行中に排出されるのは水蒸気のみ。 というクリーンな特性を持っているということですね。まあ、これは EV なんかと比べるとどうなのかなっていう部分もあるんですが、EV なんかはですね、もうとっくにバレてはいるんですけれども、あのトータルで考えると CO2 全然減ってないよっていうことなんですよね。もちろん作られて、使用しているときには電気自動車として使うので、まあ、その電気を作る過程なんかも計算すると、例えば、 まあ全世界でですね、えー、再生可能エネルギーだけで成り立っている国っていうのはほとんどないわけであってまあほとんどがまだ石油ですとか石炭ですとかねあるいは原子力も使ってですね電気というものを発生させてるんですけどもそっちの CO2 の方の量の方がまあとんでもないということなんですよ。で日本ではですね、えー、グリーン計画というものがどん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 ,どん推し進められてきてまあ よくね、参政党の神谷代表なんかも言ってますけれども、まあ、ここ10年間で2050年までに CO2 ゼロにしたとしても、ですね、0.006度、0.06度かな、ぐらいしかあの日本単体では、ですね、その CO2 ゼロによる温暖化の,あの気温上昇ですね、その0.06度しか下げることができないということを、ね、おっしゃってましたね、街頭演説とかでね。 それはもう計算の上でちゃんと言ってるわけですからまあそれに嘘はないと思うんですけれどもまあ仮に嘘だったとしても一度も上がるってことはないでしょうからね一度下げるか下げるってこともないでしょうからまあ日本だけじゃどう考えたって無理わけですよ。でそのグリーントランスフォーメーションっていうね、まあ、日本ではそういう地球温暖化に関してですね、まあ、これから100兆円ぐらいかけていくという政策が唱えられてはいるんですけれども まあ、一番出してる国はどこかっって言ったらやっぱり中国なんですよね。だ中国があの全世界の CO2 の排出量の3割を出してるとで次はアメリカですよね。でアメリカだっていろいろ散々、まあ、あ,そあそこは州によっていろいろ考え方が違うのでまあ車社会でもありますしねそんないきなり車を全車電動化するなんてことはもう不可能なので、まあ、そんなこと言ったらですね長距離走る車どうなるのかって言ったらもうねえ で充電、まあ、ある国なんかでは、ね、スウェーデンとかのもそうですけどやっぱりちょっと寒くなったりすると、ね、電気自動車の、まあ、充電パニックっていうのがやっぱ起きてるわけですよね。充電にかかる時間は長いんだけれども走る距離は短くなっちゃってる寒くさでねでエアコンとかも使えばどん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 エネルギー使うわけですから高速距離も短くなってより充電する時間が長くなってしまうとそれがいろんな車で起きたらもう充電パニックになってるということですよね。 で電気代もめちゃめちちゃゃかかかってて、どこにに環境にいいんだとということですよね。でそういうのを見越してですね中国なんかでも売れなくなった電気自動車が墓場とかしてねいろんな場所に置いてあったりとかする写真がですねツイッターとかにはいろいろ出てきてますんでまあそういう世界がもうね想像できるというかできてきてるのにまあ日本はまだグリーントランスフォーメーションというのをねやろうとしてるっていうのはやっぱり間違いだろうというふうに まあ、神谷さんんはおっっししゃってましたけどね、私もそううだとは思うんですよ、ね、いろいろな、まあ、このチャンネルではですね、えー、再生可能エネルギーの可能性なんかをやっぱ追求していろいろ言ってきてはいるんですけど、まあ、それはやっぱりいろいろ見てきた結果、まあ、私もあんまりこのそれについての配信っていうのはもうやってないんですけども。 やっっぱりり間違いいだったなっていうのはよくわかります。自分が本当によくわかってなかったなっていうだけなんだなということですよね。今まで推してたことに関しては本当に申し訳なかったということになりますけれども。 まあでもですねやっぱり人間いろいろ失敗しないとわからないということもあるわけですよねそれのいい例が私はねこれ動画あえて昔のは消してないんですがまあ私の昔の動画を見ていただければね自分がいかにバカだったかっていうのをね本当に晒していはいるんですけどもそういうことなんですよねじゃあ FCV がいいのかっていうとまあこれもねメインストリームにするっていうのはどうなのかなっていうことはあります一つの,あのエネルギーの使い方とか使われ方とか保存の仕方としては いいかもしれないんですがこれがメインストリームになるかというとそれはなかなかか難ししいいだろう、ね、っていううねね感じでしょう、ねはい、今のところ、まあ、化石燃料だってまだ100年ぐらいは全然あの全世界でね、まあ、急激に使うっていうことがなければ全然持つと言われてますし、まあ、その後はどうなるかわからないですけれどもまあねあの私は知らないですけど半十六層期が違ったりとかいろんな新技術っていうのは、まあ、発表されてないだけであって、えー、いろいろ出てきてるわけです。 でドリーム燃料もね、あのー、私は動画出して、あのー、いろいろ物議も醸し出してですね、そのままほったらかしにしてあるんですけど、た、まあ、多分アーデに近い技術というのは、どっかにやっぱりあるのかなという気がしますよね。あれは、あまあ、触媒を使ってますけれども、空気と水からですよね、えー、二酸化炭素からもう作ってると、CO2 CO CO だったと思うんですけども、水から、 石石油油を作っているとも、まあ、がメインですけどもねだから全くエネルギーがあのいらないという、まあ、電気がちょっといるぐらいですけどもそういったあの石油とプラントですとか、まあ、プラントというかですね、えー、採掘掘、えー、掘り進めていってそれをつ取っていくっていう技術はいらないというふうに言われてるんですねだからも完全なそのクリーンエネルギーというふうにも言えるわけですよね。 うんだからすごいなぁとは思うんですけども、まあ、なかなかねそういうのをいきなり作られちゃうと困るっていう人たちがいっぱいいるのでまあ潰されたりしちゃうんだろうなというところですよねはいまあいろんな話がちょっとまた飛んでしまったのでこれまたね今回本,、えー、本部にあの行きますけれども今回導入あのまあこれは言ったかな まあ3約3分の充実重点で820キロの長距離走行が可能となっており、キャンクへの配慮と実用性を兼ね備えているということですね。で、クラウン FCV は, FC は静,粛、まあ、静粛性があって車内空間の特徴であって、電動リクライニング機能や降車時、リクライニングサポート、 機能を搭載し、乗り降りのしやすさとリラックスできる環境を提供するということですね。またサンシェードはマルチオペレーションパネル、USB-C ソケットや AC 共用電源ソケットなど、利便性を高める装備も充実しているということです。新サービスの料金は1時間1万4800円すごいですね。こういうの利用する人いるんでしょうけどね。で以降、30分ごとに3700円が加算されるということで、まあ、これは観光タクシーとしての利用でしょうね。 あのまあ、私の知り合いなんかでも普通のタクシーですよね、まあ、これは1回利用したりとか何回か利用したりっていうこともあっての話らしいんですが2万円から2万5千円ぐらいをですね渡して1日貸し切るっていうことをよくやってたそうですあのまあそういうのも全然ありだなと思いますよねでまあ以前前もってですね何人か一緒に行く仲間を募ってですね、えー、もちろんホテルなんかも自分たちで取 つつその観光案内を全部そのタクシーの運転手さんに任せるというふうな形ですけれどもまあこれに比べればだいぶ安いんじゃないかなと丸1日ですからまあ7時間とか8時間ぐらいやる中で2万円って結構安いなと思うんですよねこれに比べると。でそういった形で、まあ、もちろん1人じゃないですからね3人とか4人ぐらいで割るので、まあ、3あ三千円か4千円ぐらいは4千四千か5千か5 6千円はかかっちゃうと思うんですけど。 もちろん、みんなで行く楽しみっていうのもあるんですが、5、6000円ぐらいでね、それだけいろんなところに行くっていうのは、電車で行ったってまあまあ時間もかかるしね、電車ですと時間も決まってるので、えー、待たなきゃいけないっていうこともいっぱいあるでしょうしね、あるいは電車から結構離れたところに行きたいなとていうことは、なかなかね、タクシーを頼んだりする部分では難しい。タクシー頼まれたら、またそこでね、タクシー乗んなきゃいけないってなったら、結局トータルそんな変わんないんじゃないのっていう。 お値段になななるんんじゃないかなと思うんですよねまあもちろん電車使って回った方が多分安いでしょうけれども時間というものをね、えー、取られてしまいますのでなかなか難しいかなという部分もあります。今はねあの京都も相当人がまあ、コロナが明けてからですけれどもあの外国人の方がいっぱい来てるそうなのであんまり報道されてないですけどね相当ね、えー、インバウンドでまあ いい部分もあるるんですが今問題になってるのは、ね、やっぱり京都なんかもいろいろ土地とか建物がね結構買われてるっていう話を聞くんですよねでそういった問題をもっと先にねお話しした方がいいんじゃないかなというところはあります。まあ、これ北海道とかねもう日本全国でいろいろ問題にはなってますけどもあなたの町でもどうでしょうかね海外の人を見かけることって多くなったんじゃないですか 私なんかも電車乗るとねすぐ分かるんですけど海外の人が乗ってこないっててここなないいいうととはほんんどどですよね。必ずだからまあそれがいいとか悪いとかじゃなくてそういう社会はあなたがどう思うかっていうことですよね今後どうなっていくのかとまあ私が見える未来としてはやっぱり今ね埼玉の川口とかで起きてる問題っていうのは、日本全国にこう展開するのが目に見えてるのでやっぱりいち早くね もうちょっと規制をしないとまずいんじゃないかっていうところですよね。で、そういうことを言ってるのはもう賛成党しかいないんですよ。だやっぱりね。また、これもあのどうしてもね。あの政治色が強くなって申し訳ないんですけども、参政党っていうのをちょっとね。 見るだけでもいいんで、別に党員になれとか、そういうことを別に私は勧めてるわけじゃないんですけども、もうちょっとね、身の回りのこととか、政治のことっていう部分に関心を持たないとダメだよっていうことを、やっぱり、今一度お話ししていきたい、てか、言っておきたいなというふうに思いますね。で、まあ、今回の、ね、記事に関しては、ここで、えー、一旦終わりにしてですね、えー、また全然違う話題を、話をしたいなと思うんですけども、 まずね、えー、もうちょっとあまり長い動画にするとね、皆さん聞くの嫌になっちゃうと思うんで、2つのメインの話をね、ちょっとしていきたいと思います。まず1つはですね、パンデミック条約があの通されそうとなってまして、えー、今回、4月13日ですかね、池袋を中心にですね、パンデミック条約のデモというのが行われてました。で、人数の正確な数っていうのはちょっとわからないんですけども、まあ、少なくとも1万人ぐらいは、 集まったんじゃないかというふうにいろいろなツイッターとかね、えー、情報源を見てると、まあ、ツイッターぐらいしか、ね、やってくんないんですよこういう情報源に関してまあメインメディアはね当然ですけれども報道を一切しないですしパンデミック条約でなんだっていう話も全然しないわけですね私なんかは連日連夜まあ NHK なんかがね特集組んで報道するべき話だと思いますし民放だってねこれはね パンデミックって何なのかっていうこと、パンデミック条約って何なのか、中身がどうなってるのか。パンデミックっていうのが今まで起きましたよね。あのー、日本でもね。まあ、全世界で起きましたけれども、あれは、もう意図的だったっていうことが、もうバレバレになってきてるわけですよ。一部の人たちでは。もう、それはもう織り込み済みだと。バレバレだったと。で、やられちゃったんだよということなんですよね。 で、何がやられたかっていうとあれが起きることによって皆さん恐怖心によってですね、えー、いろんな法律ですとかあの身勝手なことが通りまかり取ってしまったということですよね。まずはそのあの病気が非常に怖いということを宣伝してですね、えー、行動を制限されてで外に出ちゃいけないだとかあそういうことがどんどん起きましたよねでお店開いちゃいけないだとか遠く行っちゃいけないだとか。 たいいけないとか <laughs>、ね、すごいこと起きましたよね。皆さん覚えてますかもうね何が起きたかって。ただね、日本はまだ強制じゃなかったんですよ。一応ですね、あのー、出勤できたりとか、あのまあ、もう当然ですけど、あのー、マスクをしないといけないっていう部分はあったんですがね、まあ、あれも本当は強制じゃないんですけどね。でもほぼ強制としててやって えー、でかかけけちゃいけないななとっっていうふうになってたわけですよねで私はね試しに、あのー、マスクをしないで電車に乗ったりとかね、あのー、皆さんほぼ9割9分9輪ぐらいの方が電車の中でマスクしてる時期があったじゃないですかちょうど2021年とかね、あのー、あれが流行る頃ですよね2020年ぐらいの時期だと思うんですけどわざとね出かけてみたんです。で 私以外にしている人がその社内でも一人もいないような状況でまあキーの目を見られるような感じですねあの見られながら乗ってましたでどんな反応するのかなってやっぱりねみんなすごい目で見てきますよねこいつなんだ非国民かよみたいな感じで見られましたようんで私はねあのこの話題についてはまあ大体のことはあのある程度これがねその後にちくわが出されて それが危ないもんだっていうところまではある筋からやっぱりちょっと聞いてたので、あのー、当然マスクも全然やんない方がいいよっていうことは知識として知ってたので別にね、あのー、論破するわけじゃないですけどまあうるさいこと言われたとか暴力振られそうになったらもう逃げようかなと思ってやってましたまあめんどくさいなったらねもう最後はマスクしてやろうとか思ってたんですけどあえてそういうのをせずに行動してみたっていうことをやってみたんですよね実験的にまあすごかったですよ うん、本当に。だから、あえてね、俺なんかはもうしないでいようっていう時にもうあったんですけどね。ただ、通勤、通学、通勤時はね、さすがにちょっとやらないともうめんどくせえやってなってやってましたけどね。短い距離だったからしょうがなかったですけど。まあ、本当はね、外出たらすぐにマスクは取ってましたよね、本当。今も意味ないなと思ってるんですけど、まあ、いまだに結構やってる人は多いですよね。若い方も含めてね。 よく考えてみてくださいね。ツイッターとかでいろいろ情報を得てみてください。ツイッターじゃなくて X ですけどもね。だということで、まあ、パンデミックのこの条約っていうのは、これ、どういうことが起きるかっていうと、まあ、今、レプリコンワクチンっていうのもですねあの、日本で製造始まってまして、認証されまして、これ、世界中にばらまくことになってるんですよ。ね、今、計画ではね、多分そうだと思います。世界中では作ってないですからね、こんなもんは危なくて、あの認証しなくて、他の国ではやらないんですよ。 日本ではあのそういうのがどん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 水面下で進んじゃってます。あのの福島県の南相馬だとかですねいろんあとはもう認証を受けてやるだけなんですけど結局今までの,そのパンデミックを起こしてですね、えー、そんなもんがあるから怖いぞーってなって。 マスクしなきゃいけない PCR 検査しなきゃいけないじゃあちくわ打たなきゃいけないっていうふうにまたやろうとしてるっていう動きなんですよ。それをやりやすくする WHO が全世界中に向けてやりやすくしようっていうのがパンデミック条約なんですこれもね日本がある程度中心になってやってる部分もあるんですよ。それはひどいなっていうところなんですけどもね。でそういうものに対するデモっていうのが、まあ、私もね自分自身が知ってるだけでそんなに周りで知ってる人なんか言いやしないなと思ってたんですけど結構ね すごいなと思ったんですよ。このデモはまあある意味いい悪くないなとは思ったんですけれども、やっぱりね。あのデモっていうのは確かにデモとして必要なんですが。国を動かすっていうところまでなかなか行けないんですよね。うんだ、これを成功法でやってるのは、私は賛成としか今いないなと思ってるし。 まあ、バックを考えずに政党として運営できるところは、賛政党以外ではちょっと考えられないので、ここのところですね、地方議員が非常に活躍して、ですねどんどん当選していってるっていう勢いもなかなか止められないですから、まあ、これはね、やっぱり応援していくしかないよねというところになります。はいなので、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、そのパンデミック条約がに対するそのデモっていうのがね、起きて、どんな風に。 なってたのかっていうところはね、今一度皆さん情報テレビ業だったら X っていうね、まあこれはアカウント作るっていうのも YouTube なんかであの探せばわかりますので、えー、そういったものをね、どん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 あの見ていくといいと思います。でもう一つがね本の話です。えー、これはあのー、まあ日本ではねちくわを打ってしまったあの五六七のちくわを打ってしまった人っていうのは二回目まででも やっぱり8割を超えてると、まあ、簡単に言ってたと1億人近く、あるいはこういう1億人超えてる人たちがね、えー、打ってしまっているということなので、まあ、全く出ない人もいるでしょうけれども、それに対するいろんな解読の本っていうのを買ったんですね。まあ、タイトルは、今日から始めるコロナワクチン解読17の方法、井上雅也さんですよねこの方もあの当時から色々とですね。 えー、YouTube だとかいろんな人とコラボレーションしてですね五六七ちくわのあるいはレプリコンもそうですけれどもあとは PCR の闇ですとかねそういうものに対して、まあ、非常にねあの学者として深い研究をされた方で、まあ、難しいこともいろいろ出てくるんですけども、まあ、知識としてねすごく危ない。 と言われているものも提供してくれているので、まあ、youtube なんかね、相当バンされたらしいですよ。コラボしてる人たちもね、含めてね。だから、なかなか難しいんですけど、まあ、唯一ね、日本でも、あの、まあ、X もそうなんですが、昔から情報が制限され、制限されにくくなっているのが本だと。私はね、この youtube チャンネルでも何回も言ってますけれども、やっぱり本っていうのは、あの、そういったところでね、素晴らしいなと思います。で。 この間ね、あのー、森永拓郎さんの「財務心理教」とかもね出し,たし出してたのもあ,のし、まあ、あれもねあの出版社の方がいろいろ見てたらですね、えー、まあほとんど全部、あのー、出版拒否されたらしいですよあれだけ実績ある人でもね日本放送とかも出てた人なんですけれども。 でもそれだけまずいことを言おうとするとやっぱり抹殺されちゃうんだなっていうところですよねだから個人プレーで戦ってもですねやっぱりこの巨大な闇というかあの巨大な力に対してですねなかなか対抗できないですよで対抗するにはどうしたらいいかっていうとみんながみんな気づいちゃえばみんながみんなこういうことを利用しなければみんながみんなこれはまずいだろうって言い始めたら向こうだってできないですからだからだから早く気づいてほしいな私も こんなのリスクには入んないかもしれませんけれどもこういった記事とは別のねあの話を最後の方に載せてですね情報を取れる人がいたりちょっと時間がある人で、まあ、ラジオを聴く感覚でですねこういった話を聞ける人が何とかねあの少しでも情報を得れるんであればっていう形でこういった情報発信をしてます。やっぱりね私も人の子ですし YouTube っていうのがなかなか難しいんで。 あの情報発信はちょっと気をつけるようにはしてるんですよ。してるんですけれどもなかなかねやっぱり、ね、あの知ってる人が知ってるっていうだけなのかなっていう部分もあったりするんで、まあ、なかなかね情報を取ろうと思う人の方が少ないでしょうしそういう人でもですねこんな最後まで動画を聞いてるっていうのはなかなかいらっしゃらないと思います。でもねあのたまにあの変なアンチのコメントが来るわけですね。 陰謀論ぽいとか言ってねなんか来てるやついましたけれどもまあその人がここまで聞いてるかどうかわからないですがまあそういうふうに言っててくださいよ別に陰謀論と思うかどうかはあなた自身が決めることであって私はね別にそうは思ってないですからね陰謀論っていうのもあれ FBI が決めた言葉決めたというかですね作った言葉で陰謀論というふうに片づけるとですねそっちにああんかね あのー、まずい話題なのかなとかなんか操作されてる話題なのかなって思っちゃったりする人がすごく多いらしいんですね陰謀論っていうふうにくくっちゃうとなるほどね頭いいねってそういうふうに思うんですがまあねそういうのに騙されずにいろんな真実の情報をやっていくとまあ本当に陰謀ってあるんだよっていうところがわかりやすいですよねでそれが私もね本当につい最近まで分からなかったんですよただ 色々とと、ね、引っっかかるこここがちょこちょょあったんですね。なんでそれをずっと続けるのかなとかね原発だってなんでその50基もですねあの日本の海沿いにつくるのかなってああいう原発ができたことによって津波でおかしくなるってみんな分かってたはずだと思うんですよねだけれどもそれを繰り返しねやってるということですよねだからそういうことだって多分日米合同委員会だとか GHQ の GH が決めたいろんな法律とかですねそういったもので 古典版にやられちゃってるんだなというところですよね。えー、日米安保条約というのもあれ全然安保でもないですし、えー、そういったものもですね学んでいけば少しずつ分かることではあるんですけどもね。うん、で、もう一つねああの言わされてましたけどもあのこの井上雅義さんの本の中でです,、ねえー、すごくこれもね最初はちょっと、ね、読むのがあの苦しくてですね、えー、なかなか。 最後まで、ね、読めなかったんですけど、最後の本になってきて、いろんな人との対談とかインタビューが出ててですね、まあ、一気に読んじゃったんですけども、これも WHO のことが書いてあるんですが、まあ、タイトルいきますね。なぜ医師の私が命がけで WHO 脱退を呼びかけるのかと。本当、これ多分ね、命がけの話だと思いますよ。うん、こういうこと言うっていうのはね。 本当に怖いことだろうと思うんですけども、いつ殺されてもおかしくないんだろうなと思うんですけど、発信し続けるしかないんだと思いますね。で、この人もあの WHO に対抗するためにね、えー、WCH かな、ワールドヘルスカウンシルっていうね。えー かなちょっと間違ってたらごめんなさいね。あの団体をあの民間でね作ってですね今これもいろんな人たち議員も含めて入ってたもちろん神谷さんが、ね、事務総局事務局長かなやってたりとかしたんですけど春口さん春口議員がですね、えー、先頭となってやってる団体でしたけどねそこにも当然井上正義先生出てきてましてねまあアドバイザーとしてでしょうけれども、まあ、そういったことを話をしてましたよね、うん、この中ででもいろんな話が出てきてきすね。 えー、中にはあファウチ、えーですよね、の話なんかもいろいろちょっと出てきてこれも知らなかったこといっぱいあったんですけども、まあ、こういうところでですね自分なりにこう情報を少しずつ取り入れていくしかないなという形です。今メインメディアはですねさっき言ったように、えーまあ、パンデミック条約なんかのね1万人規模で集まる でも全く報道しませんし、それについてどれだけ危ないことが決まりそうなのかということに関しても全く言わないですよね。これはもうしょうがないです、もう上が完全に抑えきっちゃってるんで、えー、見れなくなるようにしてるわけですよねで。あと、本で、まあ、これはもうコロナ、まあ、コロナって言っちゃったと思いますけどね、これちくわ、5、6のちくわですけどね、それについてまあ接種してしまったと今回ね、いろんな事情もあったでしょう。 圧力もあったでしょうし、それをしないと仕事ができないっていうこともいろいろあったと思います。で、まあ、不具合が出てない人はそうでもないかもしれませんけれども、もしね、周りで不具合出てる人がいていたらですね、まあ、こういう本があるよっていうことだけでもですね、えー、教えてあげるだけでもいいんじゃないでしょうかね。本当に苦しんでると思います。なので、そういった本がある。もう一回言いますね。えっ、ー、と、コロナワクチン解毒17の方法というものです。 これはね、売ってないんじゃないかな。Amazon だとこれ、Amazon で手に入れたんだと思うんですけど、えー、本体価格は1400円の税なので、えー、1540円かなぐらいになると思いますけれども、そんなに高いもんじゃないと思います。用むのもそんなに大変じゃないです。まあ、ちょっとね、専門用語があって読みにくい部分はあると思うんですけども。 具体的な具体、あのー、解読方法なんかも書いてありますんでねあとどうしてこういうものを自分が打ってしまったのかとかそういうことについてもやっぱりね検証するべきだと思いますよあのー、やっぱり日本人としてね生きていると村八分っていうことが皆さん怖いと思うんですよ私も怖いですよだけれどもこれはもう一回出てしまったらねどうしようもないんだっていうのはもう 昔かかららね、ね。その前から、ね、気づいてたんですよ、ね、でどんなに悪いものが入ってるかもわからないしこんなに承認のスピードがあるっていうのも分からなかったんですけど、まあ、実際にしん知ってみてこんなにひどいものなのかっていうのがねよく分かってきてまあ二度とね本当に強制でもされない限りこういうのは絶対に嫌だなっていう思,う思うようになったんですよね。 だ今度のパンデミック条約ができてしまったらですね、日本国憲法を超えて、えー、WHO がですね、その強権をかざしてですね、特に日本人に対してですね、打ちまくるんじゃないかなと思います、強制させてね。何しろ工場もあるぐらいですから、レプリンコンの。ねこれ絶対あの、日本人じゃない外出の人たちもだお金出してるわけですから、それを損するためのようなことはしないでしょうからね。なるべくみんながわからないうちに、いまだにその、 567のちくわっていうのはそんなに悪いもんじゃないんだと思ってる人が結構い多いんじゃないかなと思います。悪いと思ってたってそんなものを防ぐる方法なんかないだろうと思ってる人たちもいっぱいいると思います。でもみんながみんな知ってしまえば、ねやるわけないでしょ、こんなもの。うん。ということが、こういう本読んでもね、いろいろわかると思います。もう YouTube 上ではこれをやばくて話せないんですよ、本当に。どんだけひどいもんなのかっていうのはね。あの X 上では結構いろいろ出てきますよ、情報は。断片的にね。 ただからトータルな知識としてはやっぱ本がすごくいいかなと私はいつも思いますまあ時間さえあれば一日でガーッと読むこともできるし重要なところはですね、まあ、2回3回読み返してもいいなぐらいすごく大事なことがいっぱい書いてありますでどうしてそういうことをメインメディアが言えないのかっていうこともだんだん分かってくるはずですだけどもう嘘でずっと突き通してたって だだんんんやっっぱり分かっちゃうわけですよね、いろんなことで。なので、まあ、こういうことをやり続けるのもね私はいつになるか分からないですけどまあ限界値が来るだろうなっていうのはまあうすうす感じておりますね。そうじゃなきゃこうやって情報が染み出てくるわけないんですからそうですよねこういう一般的な私みたいな人間が情報を得られるわけないんですよそうじゃないとね。今までそういったものが中で決まってただけなんですけどもまあ財務心理教なんかのね話もあの ね、えっ、ー、とあれかな森永拓郎さんが言ってましたけどもあのジャニーズの問題だってあれ最初の左は、ね、アメリカの、B、あイギリスの BBC ですよね。BBC に分かっちゃうぐらいの,あのみんな日本人でも富裕層だとか、ね、放送関係者の人はみんな知ってることらしいんですよ。だけどそれを言ったら完全に干されちゃうから、まあ、面倒せいから言わないっていうだけだったっていうことですよね。 それとあと財務審理教に書いてあるあの財務省のことですよね、えー。その話と、それと最後はですね、えー、日航機123便、123便ですね。あの話はもう完全なタブーらしいですね。だからそれのタブーに切り込んで、えー、まだちょっと本、本だけは買ったんですけど、あの森永拓郎さんのね、本もちょっと楽しみに読もうかなと思います。これもね、あの渡辺健太郎さんっていうね、えー、YouTuber の方がですね、結構、 あのそれについていろいろと細かく検証してる動画がいっぱいありますけどもそれもね随分削,削除されたりとかしてるみたいなんでやっぱり都合の悪い情報なんだなと思いますよね当然テレビで言えない情報は YouTube でも結構バンされたりとか、まあ、YouTube の上っていうのは Google ですからで Google の上っていうのはアルファベットっていうねまあいわゆる多国籍,多国籍企業であ,あごめんなさいね、えー、そういったものをバックにやってる会社たちなので まあ当然といえば当然なんですけどそういった情報がね削除されるっていうのはそうなのかなということですよね。はい、ということで皆さんが知りたい情報というか皆さんが知りたいかどうかはちょっとあれですけど本当の情報とか知りたい情報っていうのはやっぱり自分からねつかみに行かないと取りに行かないとなかなか難しいけれどもまだね日本では本を読むということで相当な知識は得られますよというところをあのお伝えしたかったです。 私のね、こういった YouTube だけでも断片的には知ると思うんですけど、トータルでの知識ですとかね、えー、考え方っていうのは、やっぱり本が一番いいかなと私は思っております。はい、最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。